ございます。日本一周おかわり旅63日目秋田県にやってきました。ってことで今からちょっくら登山してきます。頂上からの景色はこんな感じ。広大な農業地が広がっています。はい、ってことで日本一低い山大型富士到着。これ山っぱあるんかな。さあ、ってことでね、私は現在大型村に来ています。見てください、標高0メートルですよ。なぜかと言いますと、この大型村はもともと湖だったんです。1964年にできたばかりの自治体なんですね、この村なんです。ってことで、もともとは湖を埋め立てて大規模な干拓をしてできた場所なので、そもそも海抜の位置がとても低いということで、あの上でも0メートルなんだそうですよ。開拓の末生まれた比較的新しい村なので、この辺の道路はね、北海道のようにとにかく直線のとっても広大な道が続くんです。ってことで本日はこの大型村、そしてこの近くの男鹿半島を走るツーリングです。スタート。さあさあ、というわけで本日は秋田編行ってみよう。ってことで、大型富士のあるこの道路沿い、ここは桜ロードと呼ばれていて、綺麗。この遥かに続く直線道路上の脇にあるこの木、すべて桜の木で、春になるととっても綺麗な光景が見られるそうです。あ、ほらこんな感じ対比上は桜ピットって呼ばれてるんですね。あー、絶対綺麗だよ。これ全部ピンクになるんでしょ。春の季節ここに近くて来られる人は羨ましいですね。あ、菜の花も咲くみたい。うわー、いいなー、来てみたいなー。さあ、ということでここから男鹿半島の方に向かいます。男鹿半島といえば絶景のツーリングスポット、そしてナマハゲで有名な地域です。おー、田んぼが、稲がもう収穫間際ですか。金色に輝いていて美しい。さあ、そして次の目的地見えてまいりました。あの目の前の山、山頂にね、丸い展望台があるのが、まあ、GoPro だとちょっと見えづらいかもしれないですが、ものすごい近くに見えています。あれはですね、男鹿半島のツーリングスポット、寒風山の山頂です。あそこに至るまでの峠道や山頂からの景色がとにかく絶景なんですよね。人気のドライブコースです。それじゃあ行きましょう。ふぅー、さあやってきました、寒風山スカイライン。わー、めちゃくちゃ綺麗。結構標高低めなんですが、あっという間にこんなに綺麗に開けた高原道路を走ることができます。わーいいね。さあ、ってことで大型村の方から開けた瞬間にね、もうねすぐ展望台に到着しちゃいます。では一旦展望台、あの上の方まで上がってみましょう。あ、ちょっと雲が怪しい、大丈夫か。おー、すげー、すごいすごいすごい、いい景色。急に高いとこ出たなっていう感じですね。はい、展望駐車場に到着しました。素晴らしい眺めですね。そして向こうの方が展望レストハウスですね。レストランとかがある展望台になるんですけど、一応有料で、上の方にはね一般車は通常車バイク止められないので、あそこに止まっている方いますけど、皆さんここに止めてあの階段を登っていくっていう感じです。さーて下るよ。上の回転展望台からは360度ビューが見えるはずです。さあ、ってことで今から下っていくのは妻恋峠という名前みたい。おー、日本海側を見ながら走っていきます。わー、すごい、向こうの方まで綺麗に見える。いいね、海藻路ですねこれは。木々も赤くなり始めてます。おー、
すごいすごい美しい。あ、なんか書いてある書いてある。鬼の隠れ里散策コースが続いてるんだ。歩けるみたい。男鹿半島大型ジオパーク、まあ、自然の観光ルートでもあるんですね。おー、さあそれではいよいよナマハゲが待つエリアに向かいます。さあってことで到着したのはナマハゲ館です。ここでナマハゲについて学ぼうと思います。隣の伝承館では実際に大晦日の夜に行われるナマハゲの実演があるそうです。ということで行ってみます。面白かったね。なんかさ、秋田弁って言うんですか、東北の方全体的にそうだと思うんですけど、訛りがもうあの実演の時も半分ぐらいちょっと何言ってるかが分かんなくて、聞き取るのにすごい必死だったんですけど、男鹿半島には何十もの集落があって、集落ごとにね、所作や持ち物だったりお面の形だったり何を由来に作られているかとかね、そういうのもちょっとずつ違うんだそうですよ。で、基本的にはナマハゲのお面っていうのは自分の住んでいる地区の自然の恵みに感謝するっていうのはコンセプトに作られるものなので、その住んでいる土地のものとかでね作られるっていうのが基本だそうで、山に近いところだと山の神様、海に近いところだと海の神様みたいな感じで、まあいろいろと種類があると。で、今回は新山地区っていうところにこの伝承館はあるので、この辺りの地域のやり方を実演していただいておりました。まあね、素晴らしい伝統行事だと思うんですけど、子供が剥ぎ取られてる映像を見たらさ、もうめちゃくちゃ怖いだろうなと思いますよね。ほんと子供からしたら毎年大晦日の夜がもう恐怖の日でしかないなっていうような感じだと思うんですけど、まあ大人になってからね、その面白さがわかるという感じなんでしょうかね。山の神様が見てるっていうのをね、子供の時はみんな信じるらしいんですけど、悪いことしたらなぜかね、ナマハゲさんに知られてると。でもそれはなんでかって言ったら、やっぱりその地域のことをね本当によく見てくれている人で、やっぱりナマハゲさんを務めてるからこそ、なんか何でも知ってるぞみたいなね、こうネットワークがあるから、まあ、そういうのもあって、ただね藁をまとってお面をかぶるだけじゃナマハゲは務まらないよというところでね、選ばれる基準みたいなのもあったりしたんだそうですよ。
全国どこの地域も世界中そうだと思うんですが、お祭りだったり伝統儀式には何かしらのね意義がありますんでね、そういうところまで深く知るととっても面白いなと思いました。そんなわけでですね、こっから15分ほどで男鹿半島の一番奥先端の岬まで行くことができるので、ナマハゲさんのお勉強をした後はちょっと景色に癒されに行こうかなと思います。あ、至る所にねああいうナマハゲ像があるんだよね。それじゃあはい、入道崎灯台にレッツゴー。さ、到着しました。入道崎、おーすごい広々としてる。え、お店とかもいっぱいあるんだ、いいね。やってきました、入道崎。北緯40度の地。この石碑もくもくしててかわいいね。いただきます。すごい大きいな、染みてる。あー、いいね。うん、おいしい。きりたんぽってこんな感じなんですね。味がよく染み込んで、お鍋でめちゃくちゃ温まります。さあ、ここからは、じゃらーん、男鹿半島の海岸線沿いを走っていきます。沿岸部ツーリング in 男鹿半島、開始ってことでですね、この海沿いにはまたいくつか点々とフォトスポットがね点在しているようなので、一個一個ちょっとね巡っていきますか。すごいカーブだ。うわー綺麗。あ、急にめっちゃ登ってきたな。展望公園、戸川湾なのか。うわーすごいな、めちゃくちゃ綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗しか言ってないな。さて、さっきの港のようなところから一気に標高を上げて、海沿いですが高いところを走っています。こっち側のね沿岸部は切り立った崖っぷちというような山容をしているので、ドーンとねこんな感じで迫力のある海岸ツーリングができます。すごい、うわー綺麗綺麗。うぅー、海に向かって飛んでいけそうだ。うおー気持ちいいな。日が傾いてきてしまった、まただこれは夕日が綺麗そうですね。男鹿半島に沈む夕日見てみるのもいいかもしれません。こんなに海側だと絶対綺麗だ、晴れてたら。お、そしてだいぶ下ってきました。ここにあるはずなんですよ、私の探しているもの。あっあったー、到着。ドドン、うわすごい、夕日に照らされてすごい迫力がある。門前のナマハゲ立像、ドーン。こんにちは、こりゃすごい迫力だ。ということでね、他にもいくつかナマハゲのオブジェみたいなのがあるみたいなので、まだまだ巡っていきます。おー綺麗ね、怖えー、すごい迫力。
さて次もすぐ近くにあるはずなんだよね。わ、本当に夕暮れになってきちゃった。やばいやばいぞ。あ、この岩のところにね、またね、丸々岩っていうやつがあるはずなのよ。丸々岩、あ、あった、ここ、ここ、すごいよね、なんか灯台みたいなのが立ってる。おー、到着。ここにとある岩があります。じゃーん、ゴジラ岩。これね、ちょうど夕日が陰ってきて、時期がいいとね、あの口のところにちょうど夕日が落ちるみたいで、今日の落ち具合だと重ならないかもだけど、いい景色の時に来れましたね。ゴジラに見えますか？素敵なところ。何ここ、いいね、この道。さあ、もう日が沈んじゃったよ。沈んじゃったんだけどね、ここからまだ男鹿半島出たところにもう一個ナマハゲの大きな像があるの。最後はね、それだけ見て帰りたいなと思っております。だけど真っ暗になっちゃうかも。いや、男鹿半島がね、ほんと予想以上に楽しすぎて結構時間かかりました。朝一で出たはずなのに丸一日楽しめましたよ。素晴らしい。わ、マジでここいいところだ。あ、日本の渚百選。そうなの、ここからの夕日もいいだろうね。わー、また来たいな。到着したぞ。ここは道の駅だよね。ちょっとめっちゃ暗くなっちゃったよ。さあ、あすごい暗くなってさらに迫力が増してますが、ここから男鹿来たぞっていうね、入り口っていう感じ。この大きい4車線道路、通る車を見つめるようにお出迎えしてくれてます。赤と青のナマハゲさんたちが。ちょっと GoPro じゃ暗くて映ってないかもしれない。もう真っ暗かと思ってたらライトアップが始まりました。まさかの、怖いよ下から照らされてすごい迫力なんですが俺知らずにここ通ったらちょっとびっくりするかも。という感じでお出迎えしてくれるナマハゲ像でした。はい、ってことで男鹿ツーリングめちゃくちゃ楽しかったです。もう最後ね、あんなに綺麗な夕日見ると思ってなくて、本当にね、素晴らしくいい景色を見れた、とってもいいツーリングの一日でした。ってことで日暮れ後またちょっとしばらく走ってきまして、私は現在秋田市の秋田駅までやってきました。というのも2日後にまたですね、イベントの出演をすることになりまして、山口県の方でお仕事があるので、またまた一度福岡にワープすることになりました。でね、まあもうこの時期には仙台ぐらいにはいるだろうということで、仙台空港から飛行機取ってたんですが、あれおかしい、まだ秋田にいる。明日の早朝朝一の便なんですけど、まだ男鹿で日が暮れてしまったぞっていうことで、ここからね、さらに新幹線に乗って仙台の方まで行こうということに急遽なりました。あの秋田駅のね、バイク駐輪場めちゃめちゃいい感じのところ、屋根もあるし広いしで、で追加料金プラス100円って言ってたかな、料金もめっちゃ安くて管理人さんもいるので安心して置いていけそうないい場所ですね。ということで、まあ、ニダボちゃんにはね 3,4 日ほどお留守番してもらって、私はちょっと福岡へちょっと戻っていきます。またこっちに戻ってきたら次は秋田県の南部の方から旅を再開していきたいと思います。ってことで、もしかしたら次回イベントの番外編があるかもしれません。ってことで引き続き日本全国旅楽しんで行ってまいります。それじゃあまた次の動画も見てね。バイバーイ。